はい、どうも、ニュートリです。今回はガチャしようかなと。やるのはこちら、深海の結晶伝説ガチャ。こちら、今のレジェンダリーですね。このブラックパールクッキー、すでに持っているんですよね。このガチャやっていこうかなと。で、もう一個、スペシャルクッキーガチャのこのキャプテンキャビア味クッキー、僕まだ持ってないんですよ。こっち、カムカムダイバーは持っているんですが、こっちはね、まだ持っておりませんので、この二つをね、ちょっとやっていこうかなと思います。残り期間も少ないからね、このあたりでね、終わらせておこうかなと。で、一応250回やれば天井なんですが、おそらく僕はそこまで全然余裕でたどり着けませんので、今持ってる分だけ消費します。まあでもなんていうかね、通常のガチャでブラックパールが出てしまったので、そこまでね、こう出てこい出てこいっていう感じは、出てきてくれたら嬉しい。星をね、一つぐらいあげれれば嬉しいなとは思いますが、まあちょっとしたね、心に余裕はある感じ。なんかクッキーのガチャすんのも久しぶりだな、なんか。ちょっと前にカムカムダイバーではやったけども、なんかこうね、出ろっていう感じのガチャは久しぶりな気がする。なんだったらこっちのガチャでキャプテンキャビアが出てしまえば、結構ラッキーって感じですよね。さあ。わお。ああ、モンド味クッキー。アーモンド味クッキーっていまだに結構あれだよね。強いというか、やっぱ特殊なサポートキャラの位置としてのその存在はちょっと確立してる感じはあるよね。やっぱ拡散っていうのはね、やっぱ結構強力ですよ。わ、全然確定来ないな。いや、まあこんなもんだとは思いますよ。今までもこんな感じだったとは思うけども。いちごちゃん。ハートになるかな。わ、今回。あ、でもあれか。霊痕跡が今8あるから、霊痕跡で昇級できる可能性も全然なくはないか。わ、全然確定が来ない、そもそも。今のところ、うわ、エピッククッキー来たの1体だけですね、そもそもが。あ、来た、やっと来た。さあ。久々に流れ星見たいな。前回ブラックパール出た時はスキップしてのゲットだったから、クッキー登場する時の流れ星みたいなやつ見てないんですよ。あれ、たまには見ないとね。ここか。いや、出ないね。これね、エクレア。いつもね、結構パッと見でね、間違える癖があるから、ちょっと一回ね、じっくり見て1秒ぐらい考えて、これ何のクッキーだったかなっていうのをね、言うようにしました。さあ。さあ、出ないね。さあ、もう残りも少ないね。ゆかんくん一人、アボカド。また一人？ああ、でもエピック出たけど、少ね。さあ、残り単発で、ちょいちょい。あ、粉吹いてる。あ、しかもエピック以上だ。ああ、残念。これはね、黒糖。だね。いいね。いや、よくはないけど。いやー、残念だね。やっぱ半分ぐらい。確かね、確率的には300何分の1ぐらいかな。だから、
まあ、ちょっと半、2分の1ぐらいで出そうだけど、まあ、そこはね、残念ながら僕は引くことはできなかったということですね。しかも、なんだかんだ、キャプテンキャビアアジクッキーも出なかったので、まあ、こちら、型があるのでね、これやっていこうかなと。単発からね、回していくか。あ、屏風にある霊魂石だ。もしかしたら、こっちでね、またブラックパールが出るかもしれない。前回はカムカムダイバーのガチャをやっているときに、お、エピック。よっ。出たので、もしかしたらね、こっちで出ない、出るかも。ダメ。型が残り10個しかない。うわ、しかも。うわ。残念。まあ、こっちやるか。高級クッキーガチャの型が120個ぐらいあるので、ここでね、確率がちょっと均等になってしまいます。ピックアップではないですが、まあ、こんなキャラはね、キャプテンキャビア1体ぐらい出るんじゃないのと。まあ、そんなこんなやってるうちに、ブラックパールもね、もう1体出てきたりくれたりするんじゃないかなっていう。マグマ。これ、あ、まあ、違う。これはマーラージクッキーだね。マーラージクッキーとか最近使ってる人いる？いないよね。いや、ゲームだから、ゲームってこういう、まあ、基本無料のゲームでどんどん後から新クッキーとかが、新キャラが追加されていくゲームなので、仕方ないこと、これがね、定めといえばそうなんですが、最近その傾向結構強いな。ちょっと前までは、まだ昔のクッキーでもね、こう結構使える、構成したい。例えば、この会心のパーティーであれば、宝物をこういう風にして、メンバーをこういう風にしたら、今の最新編成にも勝てるとかね。そんな感じはあったと思うんですけども、最近はもうあんまそういうのないね。もう新キャラが強すぎて、新キャラのセットみたいなのでやっていかないと、ちょっとアリーナでも勝てないかなっていう。しかも、なんだっけ。昇格のさらに上、超越っていうものが実装されて、まあ、当然ね、実質星5から星10っていう感じのランクになったわけなんですが、当然今出てる新しいクッキーたちの方が出現率アップで出てくるので、昇級、超越がしやすいから、そういった点でもね、昔のキャラより新しく出たクッキーたちキャラの方が、育成も昇格、超越もしやすいですから、そうなるとやっぱステータスの差も出てきてしまうしっていうところもあるからね。まあ、それはね、どんな、まあ、クッキー以外のどんなゲームでも言えることなんですよね。定めと言いますか。実際、オーブンブレイクでも、めっちゃ強いクッキー来たなーってなったとしても、やっぱね、ちょっと後に出てきたクッキーの方が強い。強いというか、もうあんなのは運営のスコアの設定次第でどうとでもなってしまいますので、まあ、当然ね、どんだけ演出とかクッキーがしょぼい、魅力がない感じでも、おっと、キラキラが2個。そう、そんな感じでもね、結局無理やり強くすることはどうやってもできてしまいますから、まあ、簡単な話ですよ。簡単な話ですよね。攻撃力、今までのクッキーは50%アップでしたっていうところを70%アップにしましたっていう設定にしたら、もうそれも圧倒的な差がありますから、その今までのクッキー50%しか攻撃力が上がらないクッキーのスキルがいかにね、特殊だったとしても、もうその20%アップした、基本的にもう基本のベースが強いクッキーにはもうどうやっても勝てませんよという、それは仕方ないことです。じゃないとね、運営も回ってきませんから。新しいクッキーが弱くて、じゃあ誰も課金しません、誰も手に入れませんってなったら、そもそもゲームが運営していけませんからね。仕方ないんですけどね。仕方ないんですけど、そういうところがあんまりなかったのも、僕はクッキーランキングダムの一つの魅力かなと思った。なんか昔はね、無課金でもね、時間をつぎ込めば強くなれるみたいな、結構アリーナの方も上に行ける、上位になれるみたいな、そんなイメージがあったんですけども、最近はやっぱね、圧倒的に金の力が強いなっていう感じはします。全然出ないじゃん、キャプテンキャビア。だったらエピックも全然出ませんけどね。おお、めっちゃ出た、めっちゃ出たけど、エピックめっちゃ出たけども、キャプテンキャビア出てないね。クリスタル使っていくか。あ、ダイバー、カムカムダイバー。
ねえ、やっぱちょっときついか、こっちの均等の方は。まあ、こっちちょっとね、サクッとやって。あ、でも、いや、BTS のコラボは多分クリスタルでガチャじゃないんだ。多分専用のアイテムでガチャだから、まあ、そこは気にしないでいこうか。キャプテンとお、来いうた！なら俺を信じ一ろ。発できた。型ではなくクリスタルを使えってことか。今から俺がお前のキャプテンだ。そういえば、このキャプテンキャビアとかカムカムダイバーもそうですけど、これってオリジナルクッキーですよね。そうそうそうですよね。キャプテンキャビアってだって、クロデットクレーム共和国のなんか関係者でしたっけ？だから、なんかあれだな。もともとのオーブンブレイクのクッキーが出てないガチャ2つって珍しいか？なんかどっちか。いや、そんなことはないか。黒糖とダークカカオの部下も、別にキングダムオリジナルだもんな。という感じでガチャいろいろやってきましたが、ブラックパールはね、出ませんでしたが、こち革ら、新キのャプ謎テのンキャビア味クッキーは手に入れるこ一とが瞬でで闇きまにしさた。らわれるぞ。強いのか通信キャンな？ディーだと憶最を近得のね、る。アリーナ状況ってどんな感じなんだろう。でも、新キャラがね、マサさん、全然ダメだね。全然ダメってか、全然やってないからね、もう。まあ、アリーナもなんかね、全然やってないんですよ。こんな感じ？ワイルドベリーはまだ結構戦ってるから、ワイルドベリー、フィナンシェ、ヴァンパイアとかユニコーンが結構後ろにいる感じだね。当然ブラックパールは入ってますよと。このブラックパールもすごいね。星、違う違う、これ超越4とか超越5とかですから。こうなってくるともうどうやってもね、勝つのは厳しいなっていう。暴力ですよね。金の暴力にはちょっとね、勝てないんじゃないかなと。この編成に対して明らかに有利編成をぶつけたとしても、やっぱり数字のね、高い方が圧倒的な暴力で負けてしまうんじゃないかなと思いますけど。キャプテンキャビアも一応入ってるっぽいけど、結構隠されてんのかな？真ん中が隠されていて。他の方のメンバーとか見ると多分真ん中にキャプテンキャビアが入る感じっぽいけど。でもやっぱ、ベニーモモでもあれだね。キャンディーとかのおかげで多分だいぶ強くなったから。てかもう別クッキーになったと言っても過言ではないからね、あれ。結構採用されていますね、ベニーモモ。でもブラックパールは鉄板って感じかな。海の妖精が入ってる感じ。ホーリーベリー、カカオ、ピュアバニラが入ってる感じは全くない。っていう感じですね。という感じで今回の動画はこれで終わります。皆さんはガチャいかがでしたでしょうか？さよなら。